マノッチです。栄冠やっていきましょう。今日夏の県大会準決勝、熊高原って読むらしいです。熊高原電工、熊高原読めないね、読めん、うん、はい、頑張りましょう。決勝行きたいね、頑張るべ。はい、コメント読んできます。望月の安心感やばい、さすが3年生。3年生の活躍っていいよね。いや、まあ2年生でも1年生でもいいんだけど、なんか特に控えピッチャーでいる3年生の活躍ってのはすごい嬉しいな。そういえば昔の栄冠ナインは投手でサイドスロー、アンダースローはところどころ自分のチームや相手チームでは見かけることがありましたが、近年の栄冠新入生で来てくれる時は貴重な存在。今そんな来ないのか。長野くんに横か斜めの球欲しい。あー、どうだろうね。一応坂本くん、まあ、コメントでいただいて、あ、いいなと思って、160キロ目指そうってなったんだけど、だそれとは対照的に変化球ピッチャーみたいな感じにしたいよね。何年のパワープロか忘れたけど、栄冠の初年度の夏に甲子園に出たことがあります。すごいね、めちゃめちゃレアじゃない。本当に、まあ、運もそうだし、いろんな条件重ならないとなかなかできないよね。2021日常画面、のシステムゲーム設定で試合中の選手自動交代ありなしを切り替えできますと。でそれがないんだよね。んでそのなんか対策としては、まあ、現状だったら命を下げてヌアラを入れちゃうしかないと。やろう、こうだね、こういうことだね。まあ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 、そうね。でもこれさ、実際ルール上ダメだよね。もう公式戦始まったらさ、ベンチ入りメンバーもずっとそれでいかなきゃいけないんだよね。高校野球のそこら辺のルールって俺は全然知らないんやけど、おそらくそうだよね。まあ別にいいんだけどさ。いやー、なんかね、こうチームがいい流れだっただけに、なんかちょっとベンチ外といえどこういう変え方は怖いっちゃ怖いとこあるね。もしまた栄冠やるってなった時、部員全員の練習を万能にして甲子園制覇できるのかやってほしい。できんのかな。最新の栄冠やってるけど、プロがいるマスに止まれば結構赤とく消してくれてる気がする。まあ確率的なものはやっぱ上がってたりするのかな。坂本勇人選手、サードで出たみたいですね。なんかヤフーニュースの記事でサードでビギーを見せたみたいな、なんか記事タイトルを見て全然中身も見てないんだけど、なんかうまいことやったっぽいですね。お褒め買ったのに試合前に調子確認しないんですか。結局1個しかないからちょっと集めといて来年の夏に使いたいなと思ってます。よーし、行くか。マスラ頑張るぞ。熊谷でいいのかな。熊谷、うん、熊谷。投手は、うん、石田だね。チャンス C 持ちか、いいね。こんな感じで、さあ頑張ろう。とりあえず金村が出てくれるや。もうね、まあ球数見て俺の中でここだっていうところでエンドランはガンガン使っていきたいね。残る2つの椅子をめぐってベスト4の激突です。準決勝の模様をお届けいたします。一塁側熊高原、三塁側愛。ここで勝てば決勝戦、全国大会がお願いします。さあ決勝の舞台を目指す戦い。強え。強えけど勝ちたい。来たぜ、早速来たぜ。
まあ圧倒的格上っていうのは変わんねえからな。矢部くん調子悪くてよかったな。なんか一番嫌だこのピッチャー。いや、まあ全然打力もあるけど、俺が思ってたよりだな、打力に関しては。よし、いや入るでしょう、入るでしょう。よし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 、オッケー。ボールは中継、ヒットエンドラン、オッケーって乗ったぞ。でこの1点を守りきれるは絶対しないから、ガンガン打っていこう。強振の転がせ、打ちました。宮下ボールを取る、アウト、これでワンアウト。どまい、オッケー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 、なんか1点取ってる。どうする、強心臓行くか、行くか。さあ持ち前の強心臓が力を発揮する。まず待っていっての引っ張りだよね。うん、引っ張りだな。よし、あ、ライト方向へ持ってきましたが、ちょい厳しい。うん、どうも取りました。これで2アウト、ランナーは2塁。引っ張りも流しもレベル高いね。前回の試合で良かったミート流し。よし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 、熊谷ヒットを放ちました。追加点取りてえぞ。今西すげえな待って、うわ熱血取っとくかな、取っとくか。こういう状況下でワンアウトだったら もう使うけども、強振、追い込まれたらミート引っ張り。いや待てよ、もう強振転がせかな。結構強いんだよな、強振転がすな。抜けてくれるんだよ。まあとりあえずここがこれだ。よし、よし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 、ナイバッチ。はい、リードを2点に広げます。今何点あったって、何点あったって追いつかれる可能性だから。ミート、よし、ナイバッチ、いいね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 。いやー、しかもよく二塁いった、ナイスな。普通にいけるよねっていう走力があるかどうかも謎すぎるからさ。落ちないかな。レフトの左、ファー、よし、いいね、止まんない。伸びていった、レフトの後ろ、ワンバウンドヒットになった。いいよ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 、5点差ね。まだ余裕ねえなまだ余裕はねえ。だな、ミート流しかな。二塁タッチはセーフ。打ちました。よし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 。桃瀬、三塁回った。桃瀬そんな足速くねえぞ。オッケーオッケーオッケー、いいね。よかったね。はい、一点入りました。七対一。確か桃瀬の走力ってこの前まで G とかだったはずなんだよね。
ごめん嘘ついた、結構足早かった結構足早かった、足早かったならモーゼナ、ここはエンドラン行きますか、ここではない気がするんだよな、やっとけよかったか、まあまあ、6点ね、ツーアウト、ツーアウトは押し出した、打ちました、よし、いいね、一塁アウト、スリーアウトチェンジ、そっか、あと1点取っちゃえばいいのか、百瀬すげえな、いやコールドはもうおまけだ、ごめん、俺正直もう今ベンチメンバー出すとかちょっとできん、油断せず叩く方が絶対にいいと思う、 この試合は OK、 まあコールドの点差ついて守備の時にはちょっと守備交代はしようかなと思うけど、徹底して点取ろうぜ、こういう場面で地方球場の魔物がどう覗かせるか、絶対入団はしないぞ、あーミート流しない、打ったサード右へのよし、アウト、弾いた、取れない、アウト、まあまあまあしょうがないね、ランナーは2塁変わりません、ランナー、いや石田お疲れでしょう、よくやってくれたでしょう、どうせ出すかい、調子いいし、ピンチヒッターはマイク、さあ持ち前のファイトが前面に出てきました、強振転がせだな、打った、グラブ弾いた、よし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 、ピッチャーカバーに入る、一塁送球、いいね、記録はサードのエラー、いっぱい点取ろう、はい、打ちました、ナバチェ、次ナバチだ、もしかしてこれ、あ、次はあれか、熊谷だから動かせるけど、熊谷終わったら動かせないかな、どうしようかな、持ち前の熱血が、いや今の熱血は違う気がするな、いやーめっちゃナバチだ、金村二塁決定、三塁へライトから一生懸命走れ、はい、よかした、嬉しい展開になってきました、あ動かせる、持ち前の熱血が力を発揮することになった、強振流せ、あ、な、流し、追い込まれたらミートか、いいね、入れ、惜しい、いいね、いいね、これはさすがにベンチメンバー出せるぞ、威圧もやっとこう、さあ持ち前の気迫で相手を威圧していく、まさかの試合展開だな、打ちました、打った、あっと弾いた、取れない、さすがにきついか、今拾った、アウト、赤石、もう一点ぐらい欲しいな、まあ正直なんてあったっていいんだ、打ちました、グラブ弾いた、はい、いいね、魔物有効活用だね、分かれた分かれた、黒いわ、大丈夫、ここでここで打てればちゃんと彼女は好きだよ、まだ黒いわのこと、あっと弾い
よし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 。さあチャンスの脅威。百瀬すげえなあ。いやあ、なんかちょっと5安打かい。超ノリノリとかなってほしいな。どんどん行こう。打ちました。面白い。いいね。なんかリアルな野球でもありそう。記録はヒット。記録はヒットです。お、回ってきたぞ。一本打っちゃおうぜ。打ちました。ファール。まあ、久々になんか三振ってものを見た気がする。守備交代できれば全員出しましょう。はいはいはい。まあピッチャー坂本くん一本でもいいかな。迷うとこだな。使えそう。助言がないのか。米殺す、うん、使っていいな。でもう一丁盛り上げるか、はい、よし。で1イニングピンチに負けないと。しゃ、坂本くん一人でちょっと行ってもらいたいかな。いや、どうすかな。長野くんあたり出してっていうのを見たいは見たいけどね。うまい。おい、よく取った。ツーアウトになったらもう一人出すわ。頑張れ石田、すごかったな。ね、石田すごかったわ。本当によくやってくれたわ。何度かツーアウト取ろう。頑張ろう。ペロッ。いいね。ツーアウトランナー三塁に変わります。長野くん安定感やばい。やったぞ、決勝行ったぞ。記憶こや記憶、はい、夢の甲子園が近づいてきました。準決勝を制しまして決勝進出を決めました。いや本当になんかまさかの試合展開だったな。こんな風になると思わなかったな。いいね、鬼北来いや。鬼北とやりてえわ。対左投手 E に下がった。そっか、おい中堅子。いや、みんな超ノリノリになっちゃうぞ。まず食事会しようか。いや、取っとこう食事会は。受け入れない。はい。おい。
あーよかった、テンション下がったかと思った今。せーのドン、記憶よくした。勝つぞ勝つぞ。いやただなこれな、一番ドラマあるのはここで負けて最後の年の決勝でリベンジだよね。そこがやっぱ一番ドラマあんだけど、知らねえよ、もう勝つよ、絶対勝ってやる。よし終わり、さよなら。妄想症か。